名鉄3400系電車は、名古屋鉄道が主に優等列車運用に供する目的で1937年に導入した電車である。名鉄の直流五5 0 0 v 電化路線において運用された吊り掛け駆動車各形式のうち、間接自動診断制御機を搭載する AL 車に属する。先頭車の前頭部を流線形状として、 全面から側面にかけての車体下部全集をスカートと、称する部を多い板にて折った外観を特徴とし、名鉄車内においては3400軽電車を、流線と呼称した。また鉄道愛好家からは主に、芋虫の愛称で呼称された。以下、本校においては3400軽電車を、本系列と記述し、また、編成単位の説明に際しては、 制御電動車も3400系の車両番号を持って編成故障とする。愛知電気鉄道と明昭鉄道の対等合併によって成立した原、名古屋鉄道における合併後発の新型車両として、1937年3月に制御電動車も3400型と制御車区2400型によって蘇生される2両編成3本、計6両が落成した。 当時は国鉄 EF55 系電気機関車、国鉄52系電車、国鉄キハ43000系機動車などに代表される全面形状を流線型とした車両設計が流行しており、本系列もそれを取り入れる形で設計され、旧愛電由来の各路線、通称東武線にへ導入された。また、同時期には旧名機由来の各路線、通称 西武線向けの新型流線系車両として850系が導入され、東武線、西武線にそれぞれ流線系車両が導入される形となった。ただし、旧名機出身の設計人が担当した西武線用の850系が、名機鉄道当時に申請されたも800系の設計を踏襲しつつ、全面形状を本系列と、 同じく流線型に改めたのみの保守的な設計を採用したのに対して、旧アイデン出身の設計人が担当した、東武専用の本系列は、車体、主要機器とも完全新規設計され、高速運転に対応した歯車比設定による高回転型手電動機の採用、改正制度を用いた低速制御機能の実装や、車内座席を全席転換クロスシート仕様とするなど、 名鉄においては、初採用となる、数々の新機軸が取り入れられた。落成当初は2両編成で収益したが、太平洋戦争終戦後の1948年に、東部線、西部線の河川電圧統一が完成し、東西直通運転が開始され、それに伴って、幹線系統の優等列車運用が4両編成を基本とする形態に改められたことを受け、 1950年と1953年の2度に、わたって、中間電動車も3450系及び、付随車差に1450型を1両ずつ、編成内に組み込み、全編成とも4両編成となった。その途上、改正制度を及び低速制御機能の撤去などが、施行され、他のエール車各形式と性能が統一された。 1967年より重整備工事と称する車体修繕工事が施行され、外観に大きな変化が生じたものの、特徴ある前頭部の流線形状や車体下部のスカートはそのままとされた。その後は長年にわたり、幹線系統を中心に運用された後、1988年に2編成が廃車となった。残る1編成については、 名鉄の会社発展の象徴的存在との本系列の位置づけから中間車2両を編成より外して落成当初と同じく2両編成化の上胴体保存車両として運用を継続した。同編成は後に車体塗装を落成当初の塗り分けに復元し、さらに冷房装置を搭載するなど各種改造を経て2002年まで運用された。現 名鉄発足当時の路線図。東武線、西武線は、双方の線路がつながっていない、独立線区であった。現、名古屋鉄道は、神宮前を拠点駅として、名古屋伊東に多くの路線を保有していた愛知電気鉄道と、押切町を拠点駅として、津島、岐阜、犬山方面へ路線を伸ばしていた名機鉄道が1935年8月に、 合併して成立した事業者である。ただし、押切町と神宮前の間は線路がつながっておらず、また、河川電圧も、旧愛電由来の角路線の大部分が直流1 5 0 0トであったのに対して、救命機由来の角路線は全線直流 600V と異なっていた。そのため、現、名鉄発足後も、列車の運行及び車両の管理については、 東武線を管轄する旧愛伝由来の部署と西武線を管轄する旧名機由来の部署という別組織によって行われた。同時期には、名古屋市において反対平洋平和博覧会が1937年3月に開催されることが決定し、多くの来場者によって大幅な利用者像が見込まれたことから、名鉄は東武線、西武線の両路線区について、 車両増備による輸送力増強を計画した。1936年6月に作成された決裁書車両政策の兼務課外によると輸送力増強目的のほか鉄道省路線との競争関係を踏まえ、回帰前の翌1937年2月までに新型車両を導入し旅客誘致を図る計画であったことが明らかとなっている。 同決最初にて取り上げられた新型車両は前期事情から東部線向けの申請車両については旧アイデン出身の設計人が西部線向けの申請車両については旧名機出身の設計人がそれぞれ開発を担当した。旧名機の設計人が担当した850系は従来車も800系の設計を踏襲したのに対して旧アイデンの設計人が担当した。 本系列は従来車の設計にとらわれない完全、新規設計が採用され、両系列の設計思想は大きく異なるものとなった。この設計思想の際については、保守的体質を特徴とする地元名古屋資本による、明記鉄道を出自とする設計人と、電力会社系資本で新規軸を取り入れることに、非常に意欲的であった愛知電気鉄道を出自とする。 設計人との体質の違いに起因することが示唆されている。また、前期決裁所においては、東部線向け新型車両2両編成3本について、当時の流行を反映して前頭部を流線形状とし、さらに連接構造を採用した流線形連接車として予算を計上しており、本系列は2車対3台車構造の連接車として、 計画されていたことが明らかとなっている。連接構造の採用は製造発注先の日本車両製造本店からの提案であったと伝わり、同社は本系列の受注に先立つ1934年に、京阪電気鉄道向けに日本の鉄道車両史上初の連接車として、設計、製造された60型電車、ビワコ号を納入していたことから、 その実績をもって名鉄側に提案したものとされる。また、本系列をはじめとした日本国内のみならず世界的に大流行した鉄道車両における流線系デザインの素であるドイツの電気式機動車フリーゲンダーハンブルガーが伝説構造を採用していたことに影響を受けたともされる。伝説構造の採用による長所としては 一編成あたりの代車数の削減による製造コスト及び星コスト削減などが挙げられ、設計担当者より連接構造の採用を強く推奨された。しかし、本格的な高速鉄道向けの鉄道車両における連接構造の採用は、当時の日本国内においては、前例がなく本系列を連接車として設計することについて、担当部署の上長より、 慎重な見解が示されたことも記録されている。結局、一編成あたりの台車数が減少することによって、車輪一軸あたりの軸重が課題となることなどを、理由として、連接構造の採用は見送られた。本系列は、一般的な二軸ボギー構造による車両として、設計が進められ、1936年7月26日付で、設計図面、 未マイナス二波マイナス四千六十六が日本車両製造本店において作成され、最終仕様が決定した。発注時の一両あたりの単価はも三千四百型が五万六千円、国千四百型が三万二千円で、財源として1936年11月発行の新株払い込み金が充当された。なお、八百五十系の発注時単価はも八百五十。 型が4万5千円、区2350型が2万4900円であり、本系列の単価は850系と比較して、約2割高額であった。翌1937年3月16日付で3401編成、3402編成、3403編成の2両編成3本が竣工し、翌17日の公式試運転を経て、 営業運転に収益した。蒸気経緯により落成した本系列は、前日の通り限、名鉄発足後発の新規設計車両であり、元名鉄社員で、鉄道研究家の清水武氏は、本系列の設計経緯について、申請、名鉄のシンボルカーにしようとする関係者の意欲が、込められていたに違いないと評したほか、後年の名鉄車内において、 本系列は、名機とアイデンの良い部分を集大成した高性能車と評された。落成当時の携帯前頭部を流線形状とした完全新規設計による車体長 18,250mm、車体幅 2,700mm の半高性車体を備える。外板は溶接構造の全面採用によってリベットを廃止、窓状の補強体である。 ウィンドウヘッダーが露出しない構造としたほか、幕板部から屋根部にかけての外反を連続処理した張り上げ屋根構造を採用する。ただし、側面については、幕板と屋根板の接合部付近に水切りが設置されている。車体下部は前面から側面にかけて曲面形状の下部スカートによって完全に覆われている。スカート下端部は、地上面から 350mm とし、 台車部分のみ髪型へ切り欠かれている。台車新皿中心間隔は12000ミ、mm、リメートルと、東部専用のも3300型や西部専用のも800型などに準じているが、側窓幅は800ミリメートルとし、もう3300系ともも800型とも異なる。ただし、乗務員扉と直後の客用扉の間に、配置された2枚の側窓のみ、 車体寸法上の制約から6 0 0、mm、トル幅に縮小されている。また前頭部を流線形状とした都合上、大写真皿中心からつま面までの寸法は、連結面側が2 8 5 0ト、mm、ルであるのに、対して、前頭側は3 4 0 0ト、mm、ルと5 5 0ト、mm、ル延長された前後非対称構造となっている。流線形の前頭部は、 側面の乗務員扉付近から前端部にかけて前後方向に滑らかな繁栄を描き、後体角は前面窓付近で床面に対して約70度とし、腰板下部で縦方向の曲線を描きつつ緩やかに垂直となる形状である。前面に配された3枚の前面窓はいずれも車体局面に合わせた局面ガラスを採用して外観の一体性を高めているほか、 つまからの局面上に位置している乗務員扉の窓についても局面ガラスを採用する。また、3枚の全面窓の内両端の2枚の窓上には横格子のルーバー状の通風機開口部を設けている。全照灯は白熱灯式のものを1灯、全面や昆布中央に埋め込み型のケースを介して設置し、また、後部標識灯は全面向かって、左下の腰板下部に、 砲弾型の道具を一等車体より水平方向に突き出した指示腕へ取り付ける、形で設置する。側面には乗務員扉及び開口幅1200 m m の片開け客用扉、800 m、mm、m 幅の側窓をそれぞれ配置し、客用扉両脇の吹き寄せ柱幅は300 m、mm、m 窓、間柱幅は100 m、mm、m である。 側窓は一段上昇式の一枚窓で、窓枠上空部を曲線形状に処理し、客用扉の上辺もアーチ状に曲線形状を描く特徴的な形態とされている。客用扉は土平装置を備える自動扉仕様である。また、客用扉の下部には内蔵型の乗降用ステップが設置され、客用扉下端部が車体裾部まで引き下げられている。 側面窓配置は D2D9D3 で、もう 3400K、9400型とも同一である。連結面は、屋根部を含めて平坦な切り妻形状とし、つま面には引き扉式の貫通扉を併設した 700mm 幅の貫通路を備え、その左右に 500mm 幅のつま面窓を設置する。もう 3400K、9400K の両者は、 車体断面と同一形状の大型貫通ホロによって結合されており、編成としての一体感を演出している。また、この大型貫通ホロは本系列が連接車として設計されていた当時の名残であるともされる。屋根状にはガーランド型ベンチレーターを1両あたり6機、中央部に1列配置する。車体塗装は下半分を能力色。 上半分を灰色がかった単力色としたに色塗りとし、カブスカートが薄茶色、屋根がミンハイ色にそれぞれ塗り分けられた。当時の東武線に在籍する従来車格形式の車体塗装がマルーン一色塗装である中で、緑の濃淡塗装の本系列は非常に目立つ存在であったと評される。その他、 側面腰タブの切り出し文字による車両番号表記の書体は、明記由来のローマン書体ではなく、アイデン由来の字体の異なるボールド体のローマン書体とされた。これは、本系列以降、アイデン由来の東部線向きに導入された各形式における特徴の一つとして継承され、戦後に申請された3850経営への採用機に名鉄の保有車両における、 車体表記の標準書体として、名機由来のローマン書体に代わって全車に普及した。座席は転換クロスシート仕様で、車端部や運転台後部も含めて、全席ともクロスシートとされている。当時の電車は、車内床部に主電動機用点検外を設置する、都合上。 名鉄においてもも800型、も3300型など本系列に先行して、申請された電動車各形式については、点検外周辺のみをロングシートとするセミクロスシート仕様とされていたが、本系列は、主電動機点検外を車内通路幅に合わせた一列配置とすることにより、クロスシートと点検外との干渉を回避して、全席をクロスシート仕様とすることを可能としている。 雑席表皮は当時の鉄道省における二等車と同様に青色とした。全面中央部に設置された運転台と運転台より後部の客室スペースを区分する仕切り壁は左右幅を全面中央窓の左右横幅と合わせ、高さは全面窓の下辺までとして、それより上をパイプによって仕切った開放的な構造を採用する。そのため、 戦闘より最前列の座席からは、運転台越しながら、全面展望が可能であった。車内照明は白熱等式で一両あたり七個設け、各棟には安棟をモチーフとした和風の照明カバーを設置する。また、落成当初は、当時の鉄道省に在籍した優等列車用客車と同様に、車内床部の通路に短壺が設置されていたことが図面で明示されている。 その他、座席上部の窓上に設置された荷棚や、車内手すりなどは磨き出し仕上げを施した、新中性とした。従来の旧愛電由来の東部線系統に、在籍する車両における、標準仕様であったウェスティングハウスエレクトリック社が、開発した電空単位スイッチ式の間接手動診断制御機ではなく、救命機由来の西部線系統に在籍する、車両において、 標準仕様とされた電動カム軸式の間接自動診断制御機を東部線所属車両として初めて採用した。も3400型へ搭載された東洋電気製造 ES-515A は通常の磁気並列組み合わせによる抵抗制御および弱め開示制御のほか電磁単位スイッチ式の多冷開示制御装置による改正制度よび低速制御機能を有する。 運転台に設置された ES-63 衛手管制御機の逆転機を立行モードから改正制動モードに切り替え、マスコンのノッチを任意に選択することにより、時速 40km から時速 100km の範囲で速度制御を行うもので、下り勾配区間において走行速度が指令速度を上回ると自動的に改正制動が動作し、上り勾配区間において 走行速度が指令速度を下回ると自動的に立行に移行する。なお、東洋電気製造が設計、開発した多霊会自制御による高速列車向けの改正制動機能は、本系列の申請に先立つ1935年に半和電気鉄道へ納入された ES-513 a 制御装置によって実用化されており、当時日本国内で最速を記録した。 超特急列車など高速運転を行う車両におけるセーリンゴの摩耗現象に大きな効果をもたらしていた。本系列の改正制度機能は東武線元軸付近をはじめとした連続勾配区間におけるそもそも即制動としての使用を想定して採用されたものである。また、 当時の東洋電気製造の技術担当専務が名鉄の取締役の一人と懇意の間柄であったことが同機能の採用に関係しているとも指摘される。日本車両製造 D16 台車画像は他社発注車両向けに申請されたもので本系列の装着する D16 台車とは固定軸間距離や軸受けの仕様などが異なる。主電動機は 東京芝浦電機 SE-139C 直流直巻電動機を採用、も3400型に1両あたり4機搭載する。SE-139C は、単子電圧 750V 時の1時間定角出力が 112.5kW と、標準的な特性を備えるが、 定格回転数は 1188rpm とも800型に搭載された東洋電気製造 TDK-5285F と端子電圧 750V 環境下で同等の特性を持つ高速回転型の主電動機である。本系列への採用にあたっては歯車比を2.64と TDK-528 5F を搭載するも800系の歯車比3.21と比較して小さく設定。前回時事定格速度は時速 76km、60%弱め回時事定格速度は時速 96.2km に達し、設計最高速度時速 120km の高速性能を有した。駆動方式は吊り掛け式である。台車は 蛍光組み立て型の釣り合い良式台車である日本車両製造 D16 をも 3400K、9400型とも装着する。D16 をはじめとする日本車両製造製の蛍光組み立て型ち釣り合い良式台車は東部線及び西部線に在籍する従来車格形式においてすでに採用実績があったものである。本系列が装着する D16 台車は 軸受けに従来の平軸受けに変えてスウェーデン SKF 社製のコロ軸受けを採用した。また従来車に装着された日本車両製造製の傾向組み立て形つり合い、両式台車の固定軸間距離は 2134mm2200mm、mm、であったのに対して本系列の装着する D16 台車は固定軸間距離が 2300mm に 延長された。さらに、機上方向の軸箱寸法拡大、振動特性改善を目的とした枕バネ位置、バネ定数の変更、釣り合い張りの厚材化など、各部に改良が施されている。制度装置は、アメリカのウェスティングハウスウェアブレーキ車の原設計に、基づく M3 導弁を用いた自動空気ブレーキを常用制度として採用。 も3400系の制動装置は、アム、区2400系の制動装置は、悪夢とそれぞれ故障された。その他、両形式ともて用制度を併設する。電動カム軸式制御機搭載に伴う、低圧電源供給を目的として、も3400型に、東洋電気製造 TDK-311、直流電動発電機を1両あたり1機搭載する。 東武線系統に在籍する従来車における標準仕様であった HL 制御方式は制御装置用電源を下線からの電力を抵抗器によって電圧効果させて用いるため電動発電機を必要とせず本系列は東武線に在籍する車両として電動発電機を初めて採用した車両となった。また、も3400型には制動装置の動作などに用いる 空気圧供給元となる三菱電気 DH-25 電動空気圧縮機を同じく一両あたり一機搭載する。終電装置は改正制度の執行対策としても3400系の捕獲2400型にも搭載、東洋電気製造 PT-7、7両系パンタグラフを屋根上線等寄りに一両あたり一機搭載する。連結機は、 設計段階より本系列型編成との並結運用を考慮していなかったことから外観の一体性を高める目的で運転台側の連結器を構造の簡易な簡易連結器とし不使用時は連結器を全面かぶスカート内へ格納する構造を採用設計認可申請を行ったしかし簡易連結器の耐荷重は一般的な連結器と比較した場合を大きく劣るため 非常時における多編成との連結運転用途にも不適であることを理由に管轄省庁から設計を見直すよう指摘され、これを受けて最終的には従来車と同様に並形自動連結機を採用した。落成当初は前頭部には連結機のみを装着し、多編成との総括制御用のジャンパ線及びブレーキ管などは一切省略されたが、 高年非常時における多編成との連結運転を考慮して非常ブレーキ間のみ追加された。一方、連結面側の連結機については衝動軽減を目的として柴田式密着連結機を名鉄において初めて採用した。固定編成間の連結機を密着連結機として前後衝動を抑制する設計方針は戦後に申請された。 有等列車用車両である3850系にも踏襲された。1937年3月15日の反対平洋平和博覧会開幕よりやや遅れて3401編成、3402編成が同年3月20日に、3403編成が同年4月15日にそれぞれ営業運転を開始した。前日の通り、 書類上の竣工日翌日の3月17日には3401編成を用いて公式市運転を実施、時速時速 100km を超える高速走行が行われ、翌3月18日付の名古屋新聞は、当時の鉄道省を代表する特急列車、つばめを引き合いに、時速 100km、円より速いぞの見出しで本系列の公式市運転を報じている。導入後は、 それまでは主にも3300型によって運用された特急及び急行運用に充当され、東武線における主力形式として運用された。なお、本系列において採用された新機軸の一つである改正制度及び低速制御、機能は当時の東武線の列車本数が少なかったため、改正制度が有効に作用しなかったことに加えて、 改正性動動作時における高い気線電圧が変電所の水銀清流器に悪影響を及ぼす事態も生じた。さらに装置そのものも故障がちであったことから1941年頃には使用停止措置が取られ不要となった2400系のパンタグラフは撤去された。なお、1940年11月12日に本系列は豊川鉄道及び 伊那電気鉄道を経由して、飯田駅まで入線、翌13日に飯田駅から折り返す形で試運転が実施された。これは、神宮前飯田間の直通列車運行計画に基づくもので、11月14日付の品の毎日、新聞において、具体的な運転時刻が報道され、同年12月より運行を開始する予定とされていた。しかし、当時の世状は、 太平洋戦争の激化に伴う戦時体制へ移行しつつあり、軍事輸送の必要のためを理由に直通列車計画は中止された。その後、戦時体制への移行により急増した輸送量に対応するため、一部の車両の車端部、クロスシートをロングシート化し、収容力の増加を図った。また、戦中の資材不足を反映して、 破損した側窓ガラスの補修に際しては一段窓構造のままながら窓枠に横山を追加してガラスを2分割し客用扉窓ガラスの補修に際しては T 字型の山を追加してガラスが3分割されるなど外観にも変化が生じたただしそのような混乱期においても大半のクロスシートは損置されまた本系列独自の車体塗装や 保守面で難が指摘されたカブスカートもそのままとされた。本系列は全車とも戦災による被災を免れたものの、終戦後間もなくも3403が、デッドアースにより、車体を焼損、資材不足の折から復旧に1年以上を要した。1948年5月12日に、西武線に属する主要路線の河川電圧を、 従来の直流600ボルトから同1500ボルトに昇圧する工事が完成し、同年5月16日より金山橋を境とした運行系統分断を解消して東西直通運転が開始された。それに伴って従来東部線でのみ運用された本系列も西部線区間へ入線するようになった。ただし東西直通運転開始に伴って設定された。 新岐阜豊橋間の特急、急行列車は4両編成での運用を基本としたため、前述の通り2両編成以上の編成を蘇生することが不可能であった本系列の特急、急行運用への充当機会は日中時間帯に限定された。その他の時間帯は、津島線など四川区における普通列車運用に充当された。なお、同時期には標識等を 砲弾型から一般的な引っ掛け式のものに交換し、同時に全面向かって、右側の腰板下部にも一等増設した。また、台車の SKF 車線コロ軸受けについては、補修部品不足から維持が困難となり、全車とも平ら軸受け仕様に改造された。二両編成以上の編成を蘇生することが不可能であった、本系列は運用上都合が悪く、 1950年12月に中間電動車も3450系3451から3453を申請して各編成へ組み込み全編成とも三両固定編成となった。なお本系列の中間車製造は早期から検討されており本系列落成の翌年1938年には日本車両製造本店によって図面が 作成されていたことが、日本車両製造の内部資料によって判明している。ただし、もう3450系の申請に際しては、日本車両製造本店にて、設計図面、組 -2 派 -9368 が1950年9月6日付で、新規に作成されている。もう3450型は、運転台を持たない中間車であることを除き、 側窓上部,部の曲線処理や、客用扉上部の上辺のアーチ上処理など、車体形状、構造は、戦闘車であるも3400系、区2400系の基本設計を踏襲した。一方で細部には、改良が加えられ、側窓構造が、通気性の改善を目的として二段上昇式に変更されたほか、屋根上ベンチレーターが押し込め型の二列配置に、 改められた点が異なる。車内座席は全席転換クロスシート仕様である。側面窓配置は 3D9D3 で、もう3 4 0 0系9 2 4 0 0系の運転台側に相当する部分を、そのまま連結面側の窓配置に置き換えた構成である。ただし、もう3 4 5 0系の大写真皿中心間隔は11900。 ミリメートルとも 3400K、区2400型より100ミリメートル短縮され、また前後オーバーハングを2850ミリメートルで統一した前後対象構造としたため、車体長は17600ミリメートルとも 3400K、区2400型より650ミリメートル短縮されている。主要機器については、制御装置はも三千四百型と、 同じく電動化無軸式の自動加速制御機ながら、低使用発電制動機能を備える、東洋電気製造 ES-532A、主電動機は、運輸省規格系電車である3800系における、大量採用を契機に、AL 社の標準型主電動機となりつつあった、東洋電気製造 TDK-528QHM へそれぞれ変更され、 同時にも3400型についてもも3450型と同一の機器に換装された。歯車比は AL 車の標準値である3.21に設定され、MT 比が従来の1、1から2、1に向上したこともあり軌動加速度が向上した、反面、前回時事定格速度は時速 64.0km となり、 中高速域の加速特性は従来よりも低下した。も3450系の装着する台車は D16 と比較して心ざらか重上限を2トン引き上げた日本車両製造 D18 で基本設計は従来の D16 と同様であるものの軸受けは落成当初より平ら軸受けしようとされた。も3450型はパンタグラフを搭載せず、 走行に必要な河川電圧は空2400型より直流線 500V の高圧母線を引き通して、給電される形をとった。そのため、産業編成化に際して、空2400型へ再びパンタグラフが搭載された。この際空2400型へ搭載されたパンタグラフは、過去に採用した PT- なのではなく、国鉄正式機種の PS13。 映戦時設計が多量系パンタグラフに変更され、同時にも3401も3402のパンタグラフについても PS13AA e へ完走された。三両固定編成化後の本系列は以前と比較して、特急、急行運用への充当機会が増加したが、朝夕の多客時間帯については四両編成を、組成可能な多形式と比較して収容力不足が懸念されたため、 依然として日中時間帯を中心とした運用に止まった。平日朝夕の時間帯は、四川区における普通列車運用のほか、臨時団体列車運用にも充当された。1953年にはさらに中間付随車差2450系2451から2453が増備され、全編成とも4両固定編成化された。これは、 当時の最新型車両である3850系及び3900系と合わせて本線特急運用に充当する4両編成の車両を確保するための措置である。サ2450系の申請に際してはもう3450系申請当時に作成された設計図面組 -2 波 -9368 がそのまま流用され車体設計 外観ともも3450型と同一仕様である。ただし、台車が 3900K、92900型と同一のボルスターアンカー付け一体、中高生軸ばね式台車の住友金属工業、FS13 に変更されたほか、車内照明が蛍光灯式に改良され、 40ワットの下型蛍光灯2本を1つの角型カバーに収めた照明機器を車内天井中央部に設置した。座席はも3450型と同様に全席転換クロスシート仕様である。また、車体塗装は本系列落成以来の下半分緑色、上半分単緑色の2色塗装から3850系及び3900系と同一の下半分マルーン。 上半分ピンクの二色塗装という3850系の申請以来採用された当時の名鉄の優等列車用車両における標準塗装に変更された。4両編成化後の3401、編成車内整備志向後の3400系車内差2450系の組み込みに際しては既存のも3400型、も3450系。 国1400型についてさ2450型と、仕様を統一するため塗装変更と、車内照明の蛍光灯化が施行されたほか、もう3400系。国1400型については、側窓構造を、従来の一段上昇式から二段上昇式に改造し、さらに線中にロングシート化された、車タンブ座席の転換クロスシート化が施行された。 1953年8月までに全3編成が4両編成化及び各種整備を完了し、本系列は再び本線系統の優等列車運用へ充当された。その後、1955年に名鉄発のカルダン駆動車である5000系が導入され、1957年に5000系の改良版である5200系が、さらに1959年には、 特別料金を不要とする列車用の車両としては、日本初の量産型冷房車である五千五百系が順次導入されたことに伴って、本系列をはじめとした吊り掛け駆動車が本線系統における特急運用に充当される機会は減少した。そして九百六十一年には七千系パノラマカーが導入されたことに伴い、本系列は本線系統における 特急運用から撤退し、四線区直通の特急、急行運用に転用された。なおこの間、1956年にも3 4 0 0系9 2 4 0 0系のパンタグラフが、東洋電気製造 PT-42F に、換装され、1957年には不具合を、頻発した、低使用発電制度の使用停止措置が取られた。さらに、 温泉系統の特急運用から撤退した後の1963年10月以降、他客時の収容力増大を目的として、客用扉周辺のクロスシート撤去による率、席スペースの拡大が施行された。先頭車も3400系、区2400型で、計2客、中間車も3450系、差2450型で、 K4 脚のクロスシートが撤去されたほか、もう 3400K、92400型については、前くらい、側脚用扉後部の側窓2枚分に相当する部分をロングシートとした。また、同時期には、車体断面と同一形状の大型貫通ホロを廃止して、貫通扉幅に合わせた一般的な貫通ホロに交換され、車内では、 天井部照明機器の蛍光灯カバーが撤去された。1960年代後半に至り、戦闘車も 3400KA、区2400型については、車令30年を経過して、各部の劣化が進行したことから、1967年から翌1968年にかけて、本系列全編成を対象20整備工事と、称する大規模な車体更新修繕工事が施行された。 重整備工事の施行に際しては、全面の貫通構造化及び、カブスカートの撤去も検討されたものの、最終的には構え体に大きく手を加えることなく、各部の補修及び近代化に主眼を置いた内容となった。なお、施工に先立つ1967年3月に、日本車両製造において、車体更新設計図面、7C-6715 が作成され、 実際の工事は、名鉄のアルミ工場においておおむね図面にて図示された内容に従って施行された。先頭車であるも3 4 0 0 k 営、区2400型については、従来窓間柱によって3分割されていた、全面窓を2本のピラーによって区切った連続3枚、窓構造に改め、同時に全面窓状の通風機を埋め込み撤去した。また、標識等を、 車体一体型の角型タイプのものに交換したほか、屋根状パンタグラフから床下への高圧配線の引き通し位置変更に伴って前くらい、より客用扉の開閉方向を車体中心側から車短側に変更した。車内では運転台仕切り壁を天井かもイブまで延長し、延長部分にはガラス窓を設けた。その他、全車を対象として、 客用扉の上辺のアーチ形状を廃して、一般的な直線形状に改造し、客用扉下部の内蔵ステップを廃止して、客用扉の下辺が、車内床面高さまで引き上げられ、客用扉そのものも、構成扉へ交換された。側窓は上グー部を直角形状に改め、窓枠をアルミサッシ化し、前面窓や、戸袋窓といった固定窓については、H ゴムによる、 固定指示とした。車内は床面のロンリューム仕上げかなか壁面を単緑色のアルミでコラバリとし、座席配置についてはも 3400K、9 2 4 0 0の先頭より、および前車の各客用扉直近の側窓1枚分の座席をロングシートとした他はすべて転換クロスシートとした。主要機器面では制御装置の発電制動機能を完全撤去して、 型番が ES-532N と変更され、編成内の連結機を従来の密着連結機から棒連結機に交換した。重整備工事は編成単位ではなく2両単位で施行されたため、有給車両が発生した場合に備えて3800、計3821編成を専用編成として、貫通ホロなどを整備し、本系列2両と連結して運用した。 また、重整備工事施行の途上においては、施行済みの2両と未施行の2両が混在した状態で、運用される編成も存在した。1967年7月に竣工した、初回出場者である3401編成も3401大差2451の2両のみは、下半分マルーン、上半分ピンクの従来塗装で出場したが、 ついで同年11月に竣工した3401、編成も3451区2401より、車体を黄色がかったクリーム地に赤帯、スカート部を灰色とした当時の名鉄におけるクロスシート車の標準塗装に変更された。以降に施行された3402編成、3403編成も同様の塗装で竣工したほか、 後にも3401対差2451についても同塗装へ変更された。本系列は重整備工事施行に伴って外観が大きく変化したことから、施行後については原型の優美な印象が一層されたとも近代的でスマートな外観となったあるいは更新前とはまた違った魅力を備えたとも評されるが、本系列の特徴である 流線系の全面形状とカブスカートは変わらず維持された。7300系と並結して運用される連結対応工事志向号の3400系。1974年に全消灯のシールドビーム二等化が、1976年に車体塗装のスカーレット一色塗装化がそれぞれ実施された。スカーレット一色塗装となった後の本系列は鉄道愛好者から、 赤マム虫とも呼称された。1977年11月には、平ら軸受け仕様であったも3 4 0 0系9 2 4 0 0系の D16 台車及びも3 4 5 0系の D18 台車を3 8 0 0系が装着するコロ軸受け化改造済みの D18 台車と振り返る形でコロ軸受け化を実施した。同時にも3 4 0 0系 国2400系の全面スカート下部に外気導入口を新設し、局面ガラスを用いた全面窓の突レンズ効果から熱がこもりやすいと現場から不評であった運転台環境の改善が図られた。1979年には夏季の客室環境改善を目的として、車内天井部に扇風機が新設された。その他、 もう3 4 0 0系及びも3450型に搭載される電動発電機を東洋電気製造 TDK-362 a 交流電動発電機に換装し低圧電源が交流化された。本系列は前日の通り落成当初から全面にジャンパ線の装備がなく他のエール車との並結運用が不可能であった。そのため 長らく本系列のみの独立運用が組まれていたが、そのような制約を解消し車両運用の効率化を図るため1984年に連結対応工事が施行された。全面連結機周辺にジャンパ線及び常用ブレーキ管を新設したほか、制御装置を名鉄 AL 車における標準機種であった東洋電気製造 ES-568。 ンド動カ無軸式自動加速制御機へ換装し、以降3900系及び7300系の4両固定編成と共通運用された。また、多形式との並結運用が行われるようになったことに伴って、850系と流線系、車両同士の編成を蘇生して運用される機会も生じた。1987年3月の国鉄分割民営化で発足した。 東海旅客鉄道は、ダイヤ改正ごとに、東海道本線の輸送力増強及び、利便性向上を図り、並行する名古屋本線を保有する名鉄にとって、脅威となりつつあった。そのため、名鉄側も、対抗手段として1987年から1989年に、かけて6500系、6800系など、新型車両を導入して、サービス向上を図り、 結果年出された AL 車、HL 車などを、旧型車両の大量淘汰が、同時期に実施された。幾度どもの改造を経て、長らく第一線で運用された本系列であったが、1988年8月8日付で3402編成が、同年9月30日付で3401編成が、相次いで廃車となった。しかし本系列については、 名鉄の会社発展の象徴的存在との位置づけから最も状態が良好であった3403編成を2両編成化の上で胴体保存する方針が決定した。3403編成は中間車の差2453も3453を編成から外し、 両戦闘車のも3403区2403は1988年10月27日付でも3401区2401と改版された。この改版に際しては、同年8月15日付で除籍された850、計も851区2351より、側面車版表記の1の文字版が転用された。 編成から外された差2453も3453は、同年9月30日付で除籍され、また2両編成化に伴って、区2401のパンタグラフは撤去された。2両編成化当初は、他の AL 社と共通運用されたが、1989年7月15日のダイヤ改正より別運用が組まれ、広見線、小牧線、 かかみ原線など、犬山地区の四線各路線において運用された、車体塗装復元後の三千四百一編成。胴体保存開始当時は長期間の運用は想定されておらず、他の AL 車各形式の全廃と同時に廃車の予定であったとされる。しかし、九百九十二年度に長年運用された鉄道車両を対象とした検証である、エバーグリーン賞を 鉄道ともの会より授与されたことを契機として、車体塗装を落成当初の塗り分けに復元するなど、3401編成を本格的な胴体保存車両として整備する方針が決定した。車体塗装の復元に際しては、落成当初の下半分を緑色、上半分を単緑色とした色塗り当時の外観を撮影したカラー写真が存在せず、車体塗装の復元を エバーグリーン賞受賞式までに実施するという時間的制約から当時の絵本などの資料を探す余裕もなかった。そのため当時を知る関係者からの聞き取り調査や本系列の申請当時に記録された色調を参考として色調を違えた3種類のサンプルを作成し沿線在住の名鉄愛好家を交えた検討会議が開かれた。その結果、 申請当時に記録された色調を参考とした案が最も正確であると結論付けられたが、カブスカートの茶色系統の塗装については、塗装復元が立案された1990年代、当時の感覚では違和感があるとされ、屋根部より濃い灰色に変更することとした。車体塗装の復元と同時に、座席モケット色を従前の赤色系統のものから、 落成当初と同じく青色系統のものに交換し、落成当時のものがそのまま用いられていた、新中製の荷棚については磨き出し加工による再整備が施された。車体塗装の復元及び内装回収が実施された3401編成は、1993年4月3日のエバーグリーン賞受賞式に際して、東岡崎。 国府館にて運行された貸切列車が復元後の初運用となり、その後は従来通り犬山地区の各支線区において運用された。1994年6月には旅客サービス水準維持の観点から冷房装置の取り付けが施行された。冷房化改造に際しては3401編成の胴体保存車両としての位置づけを鑑み、 通常の屋根上設置型の冷房装置ではなく、床下設置型の冷房装置を採用して、極力外観を損なわないよう配慮された。パワーユニットと称する冷房装置本体は床下に搭載し、クーリングユニットと称する室内機が、車内天井剣部に1両あたり4機設置された。採用された、電装 DDL-4CSF-158、 X 冷房装置は電源を下線電圧から得る直流千五百ボルト直接駆動仕様であり、冷房用補助電源装置の追加を不要とした。車体側の改造点は、室内気棟細部の構え体補強のほか、冷房効果向上のため天井部断熱材を保冷効果の高いガラス面製のものに交換し、側窓ガラスを熱線吸収ガラスに交換するとともに一部を除いて下段窓を 固定窓化した。また、床下の冷房装置設置スペースを捻出するため、空気ダメなど一部の床下機器を車内に移設する必要が生じたことから、もう3401区2401とも、連結面寄りのクロスシート左右角一脚ずつを撤去し、移設した機器及び冷房装置の制御スイッチなどを格納する機械箱を新設した。その他、 床下への冷房装置搭載に伴って、側面スカート部にスリット状の放熱口が追加され、わずかに外観上の変化が生じた。1994年は名鉄が創業100周年を迎えた年でもあり、3401編成は100周年記念イベントの一環として、同年8月の1ヶ月間限定で、壁南やドミカンの三河線、名古屋本線、津島線、 微細線直通急行運用に1日1往復重当された。この列車は、三河線、津島線、微細線の各路線内では普通列車として運行され、ルースカグチ間の名古屋本線区間のみ、急行列車となるもので、名古屋本線内では最高速度時速 100km で運行された。またこの直通運用の前運用として、通常を定期列車として、 運用機会のない、三河線、津島線、微西線の、各路線内の折り返し運用にも充当された。その後、1997年7月に、も三3401区2401とも、台車を、従来の D18 から7300系も7401差7451の廃車発生品である。 ボルスターアンカー付き一体中高性軸バネ式台車の住友金属工業 FS36 に交換した。この際、側面スカートと FS36 台車のボルスターアンカー部との干渉を回避するため、台車部分の切り欠きが髪型に拡大され、再び外観に変化が生じた。体役記念ヘッドマークを装着し、団体専用列車運用につく3401、編成。 犬山駅にて停車中の3401編成。胴体保存車両として、犬山地区の各支線区における定期運用のほか、各種イベント列車運用に充当された3401編成であったが、経年による老朽化の進行と旧型の保守部品の調達が困難となりつつあったことに加えて、景気低迷の折から運行経費の確保が厳しくなったことなどを理由に、 2001年10月1日のダイヤ改正をもって定期運用から離脱した。定期運用離脱後の3401編成は団体貸切列車など臨時列車運用にのみ充当されていたが、翌2002年7月に同年8月31日をもって退役することが公式発表された。2002年8月には退役を記念する特製ヘッドマーク さよなら3400系を形出して、広見線及び、高見ヶ原線の定期運用に、同月の土曜、日曜限定で充当された。さらに、同年8月11日14日18日の、計3日、3401編成を使用して、犬山稲から、新沼新岐阜犬山の皇程で、団体専用列車が運行され、各所で最高速度時速 100km の、 高速走行が実施された。また、同年7月から9月にかけての夏休み期間中、さよなら3400系スタンプラリーと題して、本系列3400系にちなんで、名鉄線内の K34 駅に設置されたスタンプを収集するスタンプラリー企画が実施された。運用最終日となった2002年8月31日は、新加入駅にて、 さよならイベントが実施され、同日をもってすべての運用を終了した。その後3401編成は、マインギ検査場へ改装された後、同年9月30日付で除籍され、本系列は全廃となった。廃車後はも3401区2401の2両とも、マイ目検査場にて保管された。後年度両が装着した f s 車は、 越前鉄道へ譲渡され、代わりに、同社より本系列が当初装着した D16 台車と、類似した外観を有する蛍光組み立て形釣り合い、両式台車の汽車製造 K16 を譲り受け、同2両へ装着した。その後、区2401は、解体処分のため2006年5月19日に、明電筑工駅へ改装され、翌日より、解体作業が実施された。 残るも3401については、2013年4月、現在、毎目検査場正門付近にて、生体保存されており、毎目検査場の見学イベント、名鉄電車祭りなどにおいて一般公開される。ありがとうございます。